やっぱトリーホールっていうとこでやってたのよ。うん、や,っやってました、やってました。で、トリーホールって、俺よく名前は聞いてたけど、行ったことなくて。うん、何人ぐらいの劇場なの ?120、30ぐらいじゃないですか。それぐらいなんや。もっと入ったんですか、ねえ。それぐらいだと思います。椅子並べれる方式の小屋なんで。そこであれ、月1ぐらいで、あの、ライブやってたわけ その前回も、その吉立の時も名前出てましたけど、来てみてクラブっていうライブがありまして、で、そのジュニア枠っていうのが2枠だけだったと。うんいや、あの、本当にね、情報がなくて、来てみてクラブとかも聞いたことがあんねんけど、やっぱよく知らんからさ、ネットで調べても出てけえへんのよね。出てこないですかね。全然出てけえへんねん。あのね、間違いかもしれないですね。あの、来てみては、 アルファベットですからね。そうやね。そこや。はいはい、調べて分かったね。はい、クラブ感じですか感じアルファベットでクラブ感じです。はい、あの勇敢クラブのクラブの。いや、なんでその少女漫画やったといいんだよ <laughs> <laughs> いや、それで全然出てきえへんでさ、結局、何やったっけな、誰かの名前で入れたら、それこそ来てみてクラブとかのライブレポートを載してる人がいて、ネットに。は<ー>そこで 来てみてクラブの来てみてアルファベットやんと思って、俺。来てみてクラブの時、まあ、オセロさんとかも出てたんですけど。はい、あら、キルト。たん、ミョちゃん、ちゃん説どこ悪いな。今の話の推測やとですかね、オセロさんも出てたし、オセロさんも、ヨイコさんも,も、ほんまにオールスターでしたね。めちゃめちゃ超人気でした。僕、高校生ぐらいの時、見に行ってましたけどね。全員、うんうん、立ち見で。 人気あってっていうこと人気ありましたね。ええー。はい。めちゃめちゃ早のそれこそね、ノイズさんやら。だってさ、言っても、はい、まあ、ノイズさんとか TKO さんとかってさ、はい、めちゃくちゃ人気あったやんか。はい。もうブーイングですしね、当時、はい。そう,そう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 。はい、で、まあ、少数精鋭じゃないけれども、で、まあ、賞レースとかがあったらさ、なんか、松竹一枠、二枠しかないけれども、はい、それでも上位に食い込んできたりとか。はい。<laughs> 上条君今、夜行バス乗ってて、消灯になりました、って <laughs> <laughs>、まあ。そうなんや。俺今さ、ズームでアドレス送って入ってけえへんかなと思ってけど、やっぱ夜行バスやったら無理やな。<あー S 1> みょうちゃん来た。みょ、ね、うん、ちゃん背景富士山になってる。<laughs> あれ聞こえます聞こえる聞こえる。はい、何の話してましたっけちょうどね、ててねのあの、みおちゃんがなんかあの、オセロさんとかよいこさんとか出たっつってたかな。はい<ー>。来てみてくれもんで、 大層君からめっちゃ立ち見で賑わっててみたいな。うん、ああそうですね。ただライブの数が全然なかったんですよ。そんなにそれと、まあ2軍のサテライトライブって2つだけあったんですよ。うん、ー正直言語では。え、もうそれ1回ずつってこお月に月に1回ずつ。だから僕、最初2年ぐらいほと,ほとんど出てないですね。ライブに。吉達が言ってたんよね。どね、うん。この 結局全然出れなかったからって言ってて言<あ>ただあれです吉立、うん、がいた頃は 2>,、うん、2軍に位置するサテライトライブっていうのもなかったんですよ、うんうん、あなるほどね、うん、だから本当に2組 2> <ー>養成所で100組ぐらいいる中を2組だけ選ばれる感じで、うん、すごいねサテライトライブを知ってる人とかもチャットの中にいるよこれおマジですか 髪型ででやってましたねららでサテライトライブとえサテライトライブの時って着てみてだったかなあ,あききややってたとやってたそれ切り捨てごめんっていうね変わったんですけどねそこ <laughs> 切り捨てごめんっていうライブになるんですよね <laughs> そのサテライトライブの時に出てたメンバーで今残ってる人っているの結構でも登竜門ですからねただ サテライトライブ、多分荒波部屋、僕らコンビでは出たことないんですよ。え、あそうなのもうその時僕ら一軍にいましたね。おお、来てみてクラブにいたい。来てみてクラブ、来てみてクラブの後に、だから、来てみてジュニアっていうライブもあったんですよ。ああ、どんだけ来てみて欲しいね。来てみて、来てみて欲しすぎやろ。この、す来てみてみなんかいてん来てみてニアの、 まあリーダー格が僕のイメージですよ、うん、OK だったんですよね。うん、OK っていうコンビで。収納王子コジマジそう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  <laughs> そうですう、小島ジ,ジックです、小島ジ,ジックです。うん、あとね、A1 っていう女コンビがありまして。A1、うん、<ー>は知らんな。と、あの、小島ジ,ジックがちょっと恋仲になったこともありました。<laughs> ね、<laughs> 何のご自分級にも。<laughs> <laughs> 昔ですよ、それはね。そういう20年以上前の話ですからね。富士山バックに、そういう、富士山バックに何を言うとるやん、ほんまいやいや、本当に。懐かしいなと思いまして。そういうのも、あ、それあるでしょ、女芸人がいたら。女芸人がいたら恋が始まるでしょ、それは。さすが、さすが、富士山説得力ありますよ、それは。説得力あるとかじゃないやほんまあの、身、身内食いっていうね。悪い言葉があるな、ほんまに。 身内がいって言われる言葉があんねん、ほんま。あのー、東の富士、西の乗せって言われてたから。<laughs> <laughs> あっ、そうですよ。やめてくれよ、そうですよね。よね <laughs> これだけ言うときは、俺は西でも食うてだからな、<laughs> ほんま。<laughs> い,やい,やいやいやいや、そこじゃないで、ね。 勉強させてもらってますね。それこそ、そうです、サテライトライブといえば、洗濯ばさみのせの、ビーグル38ですけど、後のね、まだなんていうんですかね、ーレースとかに本格的に挑む前に、ちょっとこう、きわもののネタといいますか、3人とも全身、なんかローションまみれになってネタしたりとか。 最初そんなね、結構、極もの,のネタやってたんですよ、あいつら。えーこんなネタとかやってたんですよ電撃ネットワークみたいなことをやってた。まあまあ、そんな過激なネタをやってて、うん、で、うん、いつの間にか真面目にネタを作るようになって。ええやん。<laughs> ーズいたらなんか ABC ね、撮ってましたもんね。うああ、そうか。ABC 撮ったんやん。はあ ショーレースの権利に関しては、ちょっとね、うん、この3人で喋るってなってから、ちょっとこれまとめたんですけど、やっぱ松竹の歴史となるとですね、まあ、吉本との戦いになるんですけど、大阪は、うん、勝てないですよね。こう、なかなか賞取れない。ABC 決勝に出ても賞取れない中、うん、急にオーバードライブ。オーバードライブ取ったよね。アメリカザリガニ。増田岡田さんも取ってるし。ま取っですー、うん、で、OK。 うん、スクラッチっていうコンビがいたんですけど、ね、スクラッチねこの4組が立て続けに賞を取り出したんですよね、うん、なぜその4組がババババッて新人賞取ったかといいますと、うん、2>, 2丁目がなくなって、えー、ベースができる間なんですよそれ、うん、ええー、そうやったっけそうなその間にバババンて取って、うん、で、うん、その4組って、まあ、僕らとほぼ同じぐらいの芸歴の 4組で次取るのは順番的に俺らちゃうかみたいな感じでおうおうちょっとこ敬意を入れて荒波部屋と安田と竹内ぐらいだったんですけど、うん、その時<ー>いけるんちゃうかと思った次の ABC の時に、うん、まあベースができて吉本のメンツがガラッと変わったんですよそれこそベース芸人、まあ、キングコングなりチュートリアル、うん、フットボーラーとかもその、ねうん、フットボラーはそうなんですよ、うん、で。 次は順番的に俺らだろうって言って意気込んだ ABC でベース軍団にボコボコやられたんです <laughs> でその時に安田と竹内はある番組でアメリカ大陸を縦断しに行ってたんですよ。ほう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 サル岩石、あれのドローンズ、うん、あれの何番戦時か分かんないですけど。うん、<で>フジテレビかなんかでどっかで始まってんな似た番組がな。であいつらが。 アメリカに旅立ってから電波少年のパクリやないかって言って批判を受けて <laughs> あのオンエア見ても、うんうん、同じ大変なことやってんのにめちゃくちゃオンエア時間が少なくなってあいつら帰ってきたらあの猿岩石さんみたいにすごくこうもうスター扱いになると思ったら本当に誰も迎えにも来てくれなかったみたいなトロイド僕ば そう,そうそうそう。そう<は>すごい。チャットですぐ答え出てくるよ。<laughs> 素晴らしい。で、<う>あいつら帰ってきて、うん、まあ、あいつら的には経験もすごいしたんで、もう、ノリノリやーみたいな感じで、うん、ABC も取ったるでーって言ってるんですけど、うん、あいつらは、ベース軍団の凄さを知らないんですね、アメリカで。ああ、なるほどな。ほうほうほう僕らはその1年前に、ボコボコやられて,て時代変わったんや。うそうですいや、いやつだ、本当に、ベース軍団すごいからって言ってるんですけど、うん、いや、そんなわけやあるかいと。 だってアメザルとかオーバードライブと誘ってるんけ次俺だよ言って、1年遅れで安田と竹内もベース組らいになり、ボコボコされるっていう。<laughs> あそう。えー、で、それで板いをって解散したからま、うん。まあ、僕らもそれで解散しましたし、あそうか。えー、安竹も解散しましたし、で、まあ、もう一個理由がありまして、うんうん、やっぱりそのね、2丁目とベースの合間で賞を取った4組。ううん、うん この4組で松竹が力を入れてユニットを作ったんですよね。ええー、知らんかった。金バッジっていうユニットなんですけど。かっこええ。そうなんですよ。もう<ら>あっからさまなんですよ。その力の入れ具合が。うん、あそう。おうおうおうだから、一気に僕ら会社がもう全然相手してくれないようになったイメージがありますね。金バッジはどんな活動してたの、えー、?ABC で特番とかもね。 やってたか。やってたか。もうただただ指を加えて見てましたね、金バッジの活動は。金バッジの悪口言ってましたもんねって、南川が書いてるよ。ええみなも見てるんですかいやもう、松竹の芸人、順番に現れるやん。いや、俺、悪口なんか、一回も言ったことないよそんな。本当に言うてそうやけどな。羨ましい。言うてても覚えてないんですよ、もう酔うてるから。 <laughs> <laughs> 予定両手から出てるから。え、その金バッジの頃が何年ぐらいかなだから2000年ぐらいですね。で、僕らは、あれなんです、うん、あの、金バッジに対抗して、僕らもユニットを組んで、うん、僕らちょっと体を張る系でいこうっていいね荒波部屋、安田と竹内、うん、洗濯ばさみ、ハイパント。 ハイパントってご存知ですかいやー、初めて聞いたかもしれない、俺、ハイパント。矢野パンはご存知ですか矢野パンって聞いたことあるぞ。矢野パンっていうのは、日本直販ですね。あっ、あっ、そうや。ほうほう、わかったわかったわかった。あの、誰よりも長く、おはよう朝日ですのレポーターを続けてるやつです。レギュラーを。こいつがいたコンビですね。4組で、ユニット名を食べ盛りって言うんですけど。 <laughs> その食べ盛りの第一回目とか、水國は,、はあ、は袖で手伝いをやってたんです。えー、はい、そうですね、もう何者でもなかったんで、<laughs> ライブにもほとんど出てない状態でしたから、<laughs> 一番食べ盛りみたいな見た目やのに、<laughs> <laughs> 出したってくれや。その、そで,ね、でも食べ盛りっていうユニット名を付けたのは、はい、僕の元相方、うん、あの今の,あのさ,らばさらばのマネージャー。うん 山根って男なんですけど、えー、その最初一番最初のこう打ち合わせでじゃユニット目ないしょって,言って、うん、もう食べ盛りがいいんじゃないって言って山根が言ったんですけど、急にうん、山根はその食べ盛りの第一回のライブ、うん、その一番最初の会議からライブまでの間にやめたんです。うん、<laughs> 名前だけつけて<え>、えー、なんで食べ盛り一回目は出なかったもうもう<え>あそうあと。 上君がなぜかバス電気つきましたよって帰ってきたよ。どういうことどういうことパーキング入ったんちゃいますパーキング。あ、入ってるかもしれない。上条君、南川も来てるよ。じゃあ、そこは解散したってこと山根が辞めたってことそうです、そうです。だから、きよちゃんピンで出たのた食べたからピンで出たんす。そこからずっとみよちゃんとしてピンだわけいや、その間、ちょっと袖で入ってた大蔵光国が。あ、そうか、そうか。 志村けんがドリフ入るいやほんまよもう、はい、よ大罰罵だろ食べ盛りが食べ盛りがドリフターズやったら志村けんさんやってんけどな <laughs> <laughs> 食べ盛りやったから官兵 <laughs> 連を結成したことによって三津くんにも食べ盛りに入るという入ると、はい、<laughs> ありがとうございます、うん、そうですよだただあの当時はユニットを作ることがなんか流行ってたのかそれこそ神城もユニット作ってましたからね あそうまあ、上条もロビンスというコンビでしたけどもう俺ロビンスって松竹の芸人の中ですごい一番センスのいいあのコンビ名の付け方だと思うんですけど <laughs> え松竹ロビンス <laughs> そうそう,そう素晴らしいのの野球チームの名前からなそうなんですよね上条とかロビンスとラインバックラインバックってあラジマンバックってそのそうそそう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  あの前の前のコンビですけど、ラインバックともう一組誰だったかないや、ラブミーテンダーでしょラブミーテンダーあの時ラブミーテンダーだった。ラブミーテンダーラジバンダリの一番最初のコンビ。ラブミーテンダーなラブミーテンダーと、やつるさん。ラブミーテンダーとやつるとロビンス。3組で、コンチチっていう。 ユニットを組んでましたねオープニング今でも覚えてますけどなんか本当に地方の祭り伝統、うん、的な祭りみたいな感じで「うん、こーんちきち」みたいな掛け声で始まるんですよ。<笑><笑>なんかめっちゃったですけどねごいなだって食べ盛りの初回見に行ったっていう人いるよ。おっマジですかやっぱ食べ盛りは体を張る系なんで花ピアスとかげてたんちゃいました ゲームコーナーの罰ゲームが鼻ピアスを開けるって重すぎるって。<laughs> ね、テレビでギリやって。テレビではできへんけど。スタンガンとか平気で体に当ててましたからね。食べ盛りは。すげえ。で、鼻ピアスを開ける罰ゲーム当たったのが安田だったんですけど。おう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 。安田はもう根性あるんで、怖<う>い怖い怖い怖いって言いながら、こう来るのを待ってるんですけど、<う>その罰ゲーム執行人が、 ショッキーズっていうコンビの末吉っていうやつなんですけど、人にピアスを開けたことがないから、もう手が震えて、なかなか行ってきないんですよ。で、安田が、まあ、スタートせんかみたいな、そ舞台上で切れて、バチッってやるんですけど、うまくこう、なんか、やっぱり思いっきりできなかったのか、もう中途半端に開いちゃって。